ボランティアの方は、最近数えたんですけれども、まあ、ちょっと差し入れに来ていただいた方とかも含めまして約150人ぐらいの方が、おいていただいて、私ができない部分を大勢の方に手伝っていただいて、ここまで来ました。延べで数えると250ぐらいの方が、私のために、ウェスアースのために手伝いに来てくださいました。今日来られなかった方も大勢いらっしゃいますけれども、皆さんとぜひ、苦労を共にしたっていうのも変なんですけれど、一緒にこのゲストハウスを作っていただいた方と、このように大勢の方と今日の竣工式を迎えることができまして、本当に嬉しく思っています。この工事の間、近所の方にもう大変ご迷惑をおかけしまして、雪かきをしていただいたりとか、お野菜をいただいたりとか、いろんな声がけをいただきまして、その方の温かいご支援もたくさんいただきました。本当に、嬉しい限りです。ありがとうございました。まだこれ、今日は完成したというだけで、事業としてはこれからですので、まあ、皆さんの日光のようにお手伝いの手伝いいただいて、このままコロナきっとおいでいただくお客様にも伝わると思いますので、たくさんの方においでいただけると確信しております。まあ、どうなるかは分からないですけれども、今後とも今日節目として、これからも一層頑張ってやっていきたいと思いますので、どうか温かく見守っていただき、どんどんまた別の形で始まって、まだいろいろなボランティアもあるかと思うので、皆さんにご協力いただいたり、一緒に参加していただいて、もっともっと町が活性化して盛り上がっていけるように、これからもご協力をしていただければいいかなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここでご祝辞を頂戴したいと思います。ご祝辞ですが、時間の関係もございますので、お二方ご指名ということでお願いしたいと思います。まずはじめに NPO 夢空間、松代町と心を育てる会の理事長であります香山様からお願いしたいと思います。はい、皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました香山でございます。このような形の大勢の皆様方にご参集賜って、この竣工式と祝賀会が盛大に開催されることも本当におめでとうございます。私と山本さんとの出会いというのはですね、2010年真っ白イヤーというのを長野市の観光キャンペーンで行った時がご縁でした。でその時に一般公募ということでですね、実行委員会を募集したんですけども、唯一長野市内市外から応募してくださったのが、山本さんということで、山本さんにはですね、街歩きプロジェクトというところに参加していただいて、私がそのプロジェクトの長をやってたんですけども、その中で旧町名を復活しようというプロジェクトがありまして、そしてその標柱を立てようという時に六文銭のマークの標柱のデザインをしてくれたのが山本さんなんですね。皆さん街の中歩いてみると分かるかと思います。でその後ですね、夢空間の会員にもなっていただいて、街歩きとかいろんなガイドもしていただいたりとかいう中で、ますます街を好きになっていただいて、ゲストハウスを作りたいというところになってきました。普通はですね、私も夢空間15年ほどやってる中で、長野市の方から足が通ってくださる方が何人かいたんですけども、大概は 2,3 年で
遠ざかっていっちゃうんですね。長野から真島まで来るって非常に大変なんですよ、実際は。でそれを乗り越えて、なおかつゲストハウスということまで来まして、私もなんとか 実現させたいなと思いながら、いろんな物件を紹介させていただいたところ、この小林さんとですね、オーナーさんと出会って、このような形でもって実行が できました。本当に嬉しく思ってます。いよいよ新しい松代の町づくりの第一歩が始まるかなと。こんなにも多くの皆さん方に関わっていただいて、このゲストハウスができました。さらなり、さらなるですね、外国の人たちも呼び込むような拠点になっていくだろうと思いますし、多くの人たちが、観光客と町の人たちが交流する拠点にもなっていくでしょうし、世界に発信していく大きな拠点になっていくだろうと。夢は大きくですね、さらなる発展をしていただければありがたいかなと思います。山本さんご夫妻のですね、今後ますますのご活躍、そしてまた、ご繁栄をですね、記念いたしまして、簡単ではございますけれども、解説にあたってのお祝いの言葉とさせていただきます。本当におめでとうございます。続きまして、今夜町共栄会関様お願いいたします。すいません。本日お越しいただきましたご来賓の紹介をしたいと思います。順不同でご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。NPO 夢空間、加山様。はい、おめでとうございます。82銀行松代支店、笠原支店長様。おめでとうございます。本屋町共栄会関様。住民自治協議会須田様。おめでとうございます。長野市文化財課宿野様。はい、松代町歩きセンター三田様。はい、おめでとうございます。松代文化財ボランティアの会、帯中様。おめでとうございます。日本の松代、八田様。おめでとうございます。隣組、鈴木様。本日はおめでとうございます。隣組、北村様。おめでとうございます。同じく大島様。おめでとうございます。続きまして、宮沢呉服店様。富澤建築様。おめでとうございます。明星住設工業様。おめでとうございます。オリジナル工房伝田様。本日は大変おめでとうございます。田中設備工業様。どうもおめでとうございます。柳沢木工所様。どうもおめでとうございます。おかぎり伝説様。おめでとうございます。トータル畳サービス様。
おめでとうございます。ありがとうございます。松島テレビ局、宮坂様。あ、おかえりくん、はい、以上の皆様でございます。それではここで、この補填屋さんの、工事やそのボランティアに携わっていただいた皆様に、山本様の方から、感謝状と記念品を差し上げたいと思いますので、お名前をお呼びしますので、あ、お手数ですが前の方までお越しいただければと思います。すいません、ちょっと準備がかかって、はい、申し訳ございません。ちょっと行ってまいります。すいません。では、この間にですね、先に、ご祝儀の披露をしたいと思うんですけれども、本日お集まりいただいた皆様から、たくさんのご祝儀を頂戴してございます。一つ一つお名前お読み上げすべきところではございますが、今どこの間ですとかいろんなところに、ご祝儀等を飾らせていただいてございますので、そちらまた後ほどご覧いただくということで、発表に関させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、祝電ということで、届く予定なんですが、もう間もなくおそらく届くとは思うので届きましたらまたご披露申し上げたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。名前呼ばれた方はね、それではですね、ちょっと感謝状をお渡しいただく、方のお名前を呼ばさせていただきますので、呼ばれた方は、手数ですが前の方へお集まりください。富澤建築様、中村中子様、宮沢和穂様、岡村彩香様、浅井孝雄様、平林、名前呼ばれた方はすみません、前の方へお願いいたします。中村さん、はい、こちらにお願いします。中村さんいっぱいいるんだけど。あと、彩香ちゃん、彩香ちゃん、中村彩香様、ほら、中村さんでしょ。宮沢和江、和江、ごめんなさい、和江様、失礼します。どこあとは中村中子様、それから平林さつき様、ゆきちゃん、妙生えり様、えりちゃん、はい、工事関係者の方、全員に差し上げますが、ちょっと富澤建築さん代表でお願いします。はい、感謝状、富澤建築様、あなたは松代ゲストハウス補填屋の改修工事において、施主の意向を汲み取り、誠意を持って最大限の技術を生かし、優美に竣工し、早期完成にご尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補填屋山本香織。ありがとうございます。中村中子様、前をお願いします。はい、感謝状、中村中子様、ボランティア参加回数1、20回、あ、そうです。あなた
社は松代ゲストハウス補正屋の改修工事において協定自主的に関わらず施主の手となり足となって早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補正屋山本さんです。すみません、ありがとうございます。宮沢和江様、前をお願いします。感謝状、宮沢和江様、ボランティアサンプライズ2015回、あなたは松代ゲストハウス補正屋の改修工事において強制自主的に関わらず施主の背となり足となって早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補正屋山本薫。岡村彩香様、感謝状、岡村彩香様ボランティア参加会議に15回、あなたは松代ゲストハウス補正屋の改修工事において強制自主的に関わらず獅子の手となり足となって早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日浅井隆夫様、感謝状、浅井隆夫様、男性第1位6回、あなたは松代ゲストハウス補正屋の改修工事において強制自主的に関わらず施主の手となり足となって早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補正屋山本薫、ありがとうございました。平林さつき様、感謝状、特別賞、平林さつき様、あなたは松代ゲストハウス補正屋の改修工事において若いにもかかわらず自主的に工事に関わり早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補正屋山本薫、ありがとうございます。妙瀬恵里様、感謝状、妙瀬恵里様、あなたは松代ゲストハウス松代ゲストハウス補正屋の改修工事において極寒にもかかわらず自主的に工事に関わり早期完成に尽力されました。ここに深く感謝の意を表します。平成27年3月28日松代ゲストハウス補正屋山本薫、ありがとうございました。他の方もたくさんご参加いただいたんですけれども、特に助けていただいた方々です。ありがとうございました。はい、それではお席の方へ、はい。ありがとうございました。先生それでは大変長らくお待たせいたしました。喉も相当カラカラになったと思いますが、これより乾杯をしたいと思います。お手近で、お酒とお継ぎいただきまして、乾杯をしたいと思いますが、乾杯の発声につきましては、長野商工会議所松代支部細川理事様お願いをいたします。細川様、まだ見えないかな、はい、あ、ビールでいいですね、ビールでいいですね。細川さんいらっしゃいますか。細川さんいらっしゃいますか。もう来てない。じゃあ、あれですかね、では支店長さんに山本さん、じゃあすみません、
すいません、ご覧ください。